一緒に救いを求めたって。え、生存者いるってことなのかな？死ぬほど心細いから、誰でもいてくれたらめっちゃ、何？か、懐中電灯が切れちゃった。何？どうするんだよ。どうしよう、文字通りお先真っ暗だよね。しょうもないこと言ってんじゃねえよ。でも、こんなところで立ち往生してても仕方ないから、とりあえず先に進むしかなさそうね。どちらが先かも全然わからない状態だけどね。進めそうな方向に進んでみるよ。あ、なんか明かりが見えたわよ。本当だ。え、この胸の高鳴り。いるな。奴らが、近くに。明かりのない状態では、どこに奴らがいるかもわからないわね。その部屋の中に入れないのか？ドアっぽいものがないもんね。この部屋に入るのは諦めた方がいいかもね。先に進んでみよう。やばい、鼓動が速くなったぜ。何か静かに。どこに奴らがいるか確認できないから、音だけで判断しながら進むよ。絶対に近くにいる。静かにって。ここは行き止まりだね。あ、上に行ける。あとは発見。うわ、めっちゃ嬉しいわこれ。ちょっと泣きそうだぜ私。異常事態が始まった部屋で、あんただけが生き残ったってこと？めちゃくちゃ悪運強いやつだな。っていうかさ、まだライトつかないままなんだね。本当だな。懐中電灯の電池みたいなのを拾わないとダメね。そんなのあるのかな？え、今ドアを開けるような音がしたぜ。でも、奴らはドアを開けられないはずじゃ。霊夢静かに、部屋の中にがっつりいるよ。あ、ドアにぶつかっている音だったのか。そうみたいね。やっぱり奴らはドアを通ることができないみたいだわ。とりあえず一安心だね。でも、なんか嫌な予感がするのは気のせいだろうか。マリちゃん、それは気流ってもんよ。あ、向こうに何かある。ドアを通り抜けた音だな。ということはどこかの部屋に入ったみたいだね。これは何のアイテムだろう。お、懐中電灯の電池があったな。ってなんだ？おーい。やつらドア開けて出てきちまったぜ。ちょっと話が違うじゃないのよ。ドア開けて出てくるなんて聞いてないわよ。いや、誰も言ってないと思うけど。でも、ライトが使えるようになったから、少なくとも相手の動きはわかるようになったね。底抜けにポジティブだな。いや、そうとでも思わなきゃやってられないよ。すっげえここから出たくないわね。できることならこの部屋に永住したいよ。出てきた。こっちに来るか。あ、戻っていく。今だ、一気に抜けてしまおう。でも走っちゃダメだぜ。うん。お、目の前にドアよ。今だ、ナムさーん。他の病室に持って、何かの感染症なのかな？マリサ、まだこれを撮影している時点で全クリしてないんだから、もしそれが正解だったらとんだネタバレ事故だよ。っていうかさ、何か聞こえないか？聞こえるわね。これは、今までに聞いたことない声だね。用心しろよ。うん。なんだよ、今のひときわ大きいうめき声。ちょ、誰かが襲われた叫び声がしたぜ。なんつうか、全身の細胞が危険信号を発しているよ。ここに長くいたらヤバいって気がする。
おい、ドアがあったぜ。ねえ、なんか後ろから追いかけてくる音が聞こえない？マジっすか。おい、何やってんだよ、もっと早く走れって。全力で走ってるんですけど。人を食うことはもう知ってるわよ。なんなら何回か食われたもんな。当事者ですからね。しかしさっきのやつやばかったよな。四足歩行でめっちゃ速かったわよね。あいつに追われたら走っても逃げ切れるかどうか。お、上に何かアイテムらしきものがあるぜ。このゲームをしている上で分かったことは、アイテムは入手必須ってことです。あ、当たり前のことを、さも重大な発見みたいな言い方だけどその通りね。ここも広間になってる感じだな。まずはアイテムを取りに行くか。右下に一体いたな。って、気づかれたわよ。うわ、めっちゃ寄ってきてる。アイテムの方にも一体いるわよ。まずは一旦逃げよう。あそこのアイテムはどうするんだ？何よりもまずは命を守ることだよ。もしかしたらアイテムなしでもいけるかもしれないし。あ、ドアだ。お、ゴールのドアもあったわ。うわ、めっちゃ追いかけてきてる。今更だけど非常灯で少し光ってるのがゴールのドアだな。この緊急事態に不自然な解説ありがとう。次アイテムへ。やばい、追い詰められた。おい、左に横道あるぜ。無理さ、再びナイス。こういう緊急事態の時の横道探し力がすごいな。なんだよ横道探し力って。これが悪い上にダサいわね。ふう、一旦奴らを負けたかな。でも、やっぱりあのアイテムは必要だったのね。おそらくゴールのドアの鍵だろうな。このゲームに出てくるアイテムに、取らなくてもいいものはないってことだね。そういうことだよな。っていうかさ、さっきからこの道一本道だけど、一体どこに続くんだろう。後ろ大丈夫か？追ってきてはいないみたいね。お、一本道はここまでのようだな。曲がった先はどこに行くんだろう。広いところに出たわね。あれ、ここって。あ、やっぱりそうだ。最初にアイテムがあった広間だぜ。知らず知らずに戻ってきてたんだね。めちゃくちゃラッキーね。金ゲット。よし、あとはゴールに向かうだけだな。全く狙ってなかったけど、いつの間にか正規ルートを通ってたみたいね。見たか、これがポコニャンラッキーですよ。だからゴロが悪い上にダサいわよ。じゃあ、来た道を戻っていこうか。こっちなら奴らもいないから安全よね。多分。そうだね、こっちは裏道だから敵はいないよね。多分。こっちだよ。でも、声はめっちゃ聞こえるわね。もしこの道の先にいたら罪だよ。もう何匹いるのかわからないくらいの量の声だな。は大丈夫そうね。俺らは死んだよ。ふう、さすがに奴らも裏道までは追いかけてきてなかったね。だな。でも、最後まで気を抜いちゃダメよ。そこの曲がり角を曲がればすぐにゴールなんだけど、左側にいそうでめっちゃ怖いわ。もう走っちまえ、おらぁ。今は相手が誰であっても救いを求めたいぜ。マリサ、それには激しく同意だよ。しかし、すでに16の部屋を抜けてきてるのに、終わりが見えないのが怖いわね。拷問でも、目を閉じた状態で痛みを与えると、次に痛みがやってくるまでの間が一番苦痛になるって言うけど、終わりがわからない恐怖もかなり苦痛だよな。あ、正面にドアがある。右にも道があるけど、ドアの方に行ってみようか。体重計が置いてあるわね。椅子やベッドも散乱してて、これだけ見るとただの病院っぽいんだけどな。でも、病院だと思っていたってナレーション入ってたもんね。お、右上に見えるはゴールのドアじゃない？そうだね。ああ、か。鍵がかかってる。ってことは、さっきの分岐を右に行かないとダメだったか。仕方ない。戻るか。一筋縄では行かせてくれないわね。まったくその通りだね。え、何この音。なんだろう。ただただ恐怖ね。ドアが二つあるぜ。あ、下の部屋の方にアイテムあるわよ。あれだね、下の方に行ってみよう。おい、なんかすっごい嫌な声聞こえてきてるんだが。でも行くしかないよ。出たー。よよよよよ、素足のやつが出やがった。止まってめっちゃたくさんいる。こうなったら鍵を取って一気に走る。皆さん、ご視聴ありがとうございました。
この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次にも、ゆっくりしていってね。